今回は先日都立公園の池に飛来するツバメの飛び物を中心に撮影してきましたので、その紹介と撮影で気がついたことをお話ししたいと思います。初めて飛び物撮影について見ている方は、飛び物撮りのコツ、照準器の使い方などを説明した動画をすでにアップしております。動画下の説明欄に関連動画として紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。この日はこの池に水遊びや水分補給でやってくるツバメをメインに撮影しました。また付近を高速で飛ぶムクドリや、カルガモも撮影できました。さらに大型のアオサギとダイサギも飛来しましたので撮影することができました。次に機材を紹介します。これはいつもと同じ機材です。読み上げませんがご覧の通りですと、機材が異なっても撮影のコツなどは大きく変わらないと思いますので、参考にしていただければと思います。なぜマイクロフォーサーズを使っているのかと言いますと、35ミリ換算で800ミリにもなるレンズを手持ちで撮影できるからです。この一言につきます。特に高速で飛ぶものを捉えるには手持ち撮影の方が有利だと思います。この日の撮影データを紹介します。シャッタースピードは2500分の1、絞りは F6.3、 露出プログラムはマニュアル露出、 ISO 感度はオートです。オートフォーカスは AFC、 シャッターはメカシャッターで秒あたり9枚で撮影をしました。通常は1600分の1で撮ることが多いのですが、対象が高速で飛ぶ被写体であることや、天気が良かったのでシャッタースピードは上げて撮りました。ISO 感度はオートですが、最高で1000ぐらいまでにしかなっていません。それではこの日撮影したものをスライドショーでご覧ください。スライドショーの最後にはこの日気がついたことをまとめて話をしておりますので、最後までご覧ください。Thank you.
バメの撮影は照準器を使いながらもなかなか難しいものです。闇雲にカメラを振り回しても撮ることはできません。ツバメを観察し飛び方の癖をつかんで撮影する必要があります。直線的に飛んでいるところを狙って撮りました。以前この池で照準器なしで撮ったことがありますが、9割は失敗でした。今回は照準器を使って2、3割程度の成功確率ではないかと思います。ツバメの飛び物の撮影の難しさは高速で飛ぶこと、飛び方が不規則なことにあると思います。練習次第では5割以上の確率に上げることができると思います。また機会があれば挑戦をしてみたいと思います。高速で飛ぶムクドリはかなり直線的に飛ぶので比較的撮りやすいです。スピードに慣れれば高確率で撮ることができます。一番優しいのは大型の野鳥です。この日は運よく大型のアオサギとダイサギが飛来してくれましたので、うまく撮影することができました。ツバメに比べると実に撮りやすいです。連写でほとんどのコマにピントが合っていました。飛び物撮影をこれから始める方、初心者の方には大型の野鳥で練習することをお勧めします。いきなり高速で飛ぶ小型の野鳥を撮ることはかなりハードルが高くて挫折しますので、大型の野鳥を撮ることをお勧めします。特にサギ類は動きが比較的遅くて一番適していると思います。サギ類は個体数も全国的に増えていると言いますので、撮影には適しているかと思います。飛び物撮りを始めるには大型でかつゆっくり飛ぶ野鳥から練習しましょう。練習すれば必ず上達します。上達すれば撮影が楽しくなります。撮影を楽しみましょう。本日はこれにて終わります。